はい、ご視聴いただきありがとうございます。仁愛大学人間生活学部子ども教育学科の高野と申します。今回はですね、バーチャルオープンキャンパス模擬授業ということで、普段大学でやっている授業のごく一部を、まあ、10分程度ですけれども、動画配信という形でお届けしたいと思います。で、どういうテーマでお話ししようかなとちょっと考えたんですけれども、今回はこのコロナ禍をテーマにしてみようかなと思います。このコロナ、新型コロナウイルス感染症の影響で、全国の教育現場、保育現場、大混乱したわけですけれども、最近ちょっと落ち着きつつあるような感じかと思います。でこのあたりでちょっと一度振り返ってみてですね、一体何が起こったのかと。で今落ち着きつつあるけれども、元に戻るのか、それともまたこれをきっかけに何か変わっていくのか、そのあたりを展望してみるのも意味のあることではないかと思いまして、このようなテーマを掲げさせていただきました。ということで、ちょっとスライドに入っていきたいと思いますけれども、まずはちょっと振り返ってみたいと思います。特に仁愛大学で一体何が起こったのかというのを少し振り返ってみたいと思います。2020年の1月、確か1月だったと思うんですけれども、私のゼミの学生がですね、新聞報道とか見て、最近コロナウイルスが流行ってるらしいと。ちょっと心配だみたいなことを話していたのを、なんとなく覚えております。このゼミ生は、ちょっと基礎疾患を持っている学生でしたので、それでちょっと感染が心配ということもあったんでしょうけども、当時の私は大丈夫じゃないのと、なんか結構騒がれ始めてるけど、大したことないんじゃないのっていうふうに当時は思った記憶があります。実際この時はまだ日本で感染者が出るか出ないかみたいな段階だったと思います。ところがそれから事態は急激に悪化していくわけでありまして、2月27日ですけれども、時の総理大臣が全国一斉休校というものを要請いたします。これちょっと突然の出来事だったので、学校現場かなり混乱したわけです。そんな急に休めと言われてもという感じですよね。でも休まないとちょっとやっぱりまずいということになりまして、で大学はこの一斉休校要請の対象外だったんですけれども、やっぱり大学もちょっとこれはまずいということで、仁愛大学では3月19日、予定通り卒業式はやったんですが、代表学生のみが出席という形で、他の学生は大学に記念撮影とか撮りに来てもいいけれども、建物内には入れない、密になるからというような、かなり苦渋の決断をしたわけです。4月に入ります。4月に入りまして、これは大学によって対応はまちまちでしたけれども、仁愛大学の場合は休校期間に突入していきました。で、5月11日から授業を始めるということで、ただその間もなかなか事態は改善しない状態でしたので、もう対面での授業は難しいということで、オンラインでの授業を5月11日から始めることに決まりました。で、4月15日、私の手帳を見直してみますと、4月15日に仁愛大学の中で、オンライン授業の講習会、こんな感じで授業をするみたいなやり方をですね、教えてもらう講習会を受けまして、この時私は初めてオンライン授業というものを体験することになります。こんなふうに授業をするのかと、こんなやり方があるのかみたいなことを初めて知るに至ったわけで、それから約1ヶ月弱の間に、オンライン授業の準備を進めていったと。ほとんど準備する時間もないまま、右も左も分かんない状態で授業を始めたことになります。でもちろん学生の皆さんもそうでした。全く体験したことのないような授業を受けることになったわけです。で次はですね、じゃあ私がやった授業のごく一部をご紹介してみたいと思います。おそらく多くの方はですね、遠隔授業、オンデマンド授業と言いますと、テレビ通話方式の授業をイメージされる方が多いのかなと思うんですが、私はちょっといろいろ考えた末に、テレビ通話方式ではなくて、完全オンデマンド授業というのを、やることにしました。オンデマンド授業というのは、要するに締め切りを作っておいて、この日までに見といてください、この日までにやっといてくださいみたいな感じでやる授業です。ですからこうリアルタイムに何月何日の何時からみたいなふうに時間はかっちりとは決まっていないタイプの授業ということになります。じゃあちょっと画面で、もう少し具体的にご紹介していきますと、ちょっと小さくて見にくいかもしれませんが、
こちらが陣屋大学で導入している e ラーニングシステムという、システムです。これはコロナ禍になる前から導入はされてましたけれども、私はコロナ禍になって初めてこれを使うことになったわけです。で、このように授業科目ごとにコースが分かれておりまして、で、この授業科目名をクリックするとその授業のコースの中に入っていくことになるわけです。で、私が担当している授業の一つをご紹介すると、教育原理という授業を担当しているんですけれども、こんな感じでファイルを置いておいて、これ読み物です。まずこのファイルをクリックして読んでもらって、で課題をこなしてもらうと。毎回そんな感じです。課題を、ファイルを読んでもらって課題をこなしてもらう、あるいは読んでもらって内容が、理解できているか確認テストをする、こんな感じで1回1回の授業が進んでいったわけです。じゃあその文章の中身も少しだけご紹介しておきますと、これを毎回作っていったわけですけれども、時には世間話もしないとなんか授業してる気にならなかったので、ちょっと今映してる画面だとなんか最近髪を切ったけど切りすぎましたとか、そういうたわいもない話なんかも全部文章でこう書き込んでいくわけですね。で、本題では例えばこれ学校教育法の第1条にはこんなことが書かれているとか、ちょっと法律系の内容を扱っているものになりますけど、こういうのを読んでもらって、で課題をこなしてもらうことになるわけです。で、ちょっと一部ご紹介しますと、これはプレビュー画面なので、一部しか映ってないんですけれども、こちらが、学生の方が書いてくださった課題の回答になります。で、こちらが、右側ですね、が私がお返ししたコメントということになります。やっぱここがちょっと大事かなと思いまして、書いてもらうだけだと授業をした気に私自身なれなかったので、一人一人にコメントを返していった形になります。ちなみにこの授業は70人ぐらい受講者がいましたので、毎週70人分のコメントを読んで、それに対してコメントを返していくという、そういう作業を続けていったわけです。はっきり言ってすごく大変でした。ですので時にはちょっとこう世間話的なやり取り、ちょっと詳細は省略しますけども、世間話的なやり取りなんかも時には交えつつ、授業を進めていきました。じゃあこれが果たして授業と言えるのかどうかということですね。正直にもう受講者に聞いてみました。授業の感想など聞いてみたところ、そうですね、やっぱ半分以上の人はしんどかった、つらかったというふうに言って、そういう感想を寄せてくれました。ずっとパソコンの画面見っぱなしで目が疲れましたとかですね、なかなか授業を受けてる実感が得られませんでしたと、そういうふうな意見が多かったわけですが、でも一方でこういう意見も出てきたわけなんですね。ちょっといくつかご紹介しますと、遠隔授業の方が集中できるので私には合っていました。あと自分のペースで学習できるので私は遠隔授業の方がいいと思いました。あと遠隔の方が教師に質問しやすかったと、これ例えばチャットとかでのやり取りもできましたので、その方がなんか気軽に質問できましたという方もいました。これは学生によると思います。逆にチャットの方がやりにくいと、面と向かって質問した方が気軽にできるという方ももちろんいらっしゃるわけですが、こういう方も出てきたわけですね。あともう少し突っ込んだ意見としては、遠隔教育は教育の地域格差を改善できるのではないか、ここまで考えてくれた学生もいました。どういうことかと言いますと、遠隔授業はネット環境さえつながっていれば世界中どこからでも見れるわけなんですね。実際今ご覧いただいている動画もですね、これ YouTube 配信ですので、ネットがつながればどこからでも見ることができるわけです。で、そうだとするとその教育の地域の格差というのをこう改善できるのではないかと。で、もっと言ってしまうと、じゃあわざわざ校舎に集まる必要あるんですかと。別に家遠いんでわざわざ校舎に行く必要ないんじゃないのっていうふうに、そういうふうに正直に言ってくれる方も出てきました。あとそもそも対面で授業するにはどこにあるのかと、こんな意見まで出てきたわけで、学生の皆さんにとってもいろいろ未知の経験をしたわけですが、それをきっかけにいろいろ考える機会にもなったかもしれません。まとめです。これちょっと先ほども映した画面なんですけれども、もう一度ご覧いただきたいんですが、私の実感
学生の皆さんはともかく、私の実感としては、まあ、ほとんど準備もできないまま始まってしまった遠隔授業でしたけども、私の実感としては意外とできちゃったなという思いがあります。またご覧いただいているように、結構学生の方一人一人と割とこうコミュニケーションが取れたようにも感じたわけなんですね。まあ、これは私の勝手な思い込みかもしれませんけれども、でも普段の対面の授業で一人の学生からこんだけの意見を言ってもらって、それに対してこんだけのコメントをお返しするなんていうことは、普段の対面の授業ではなかなかできないわけで、遠隔だと遠隔の方がかえってこういうことができてしまう可能性もあったのではないかなというふうに思うわけです。で、よく言われることです。遠隔でのコミュニケーションというのは人間関係を希薄化させるということはしばしば言われるわけなんですね。で、まあ、確かにそういう一面はあると思います。でも一方で、遠隔の方がコミュニケーションが密に取れる可能性はあるのではないかと。で、ちょっと今日は例に出しませんでしたけれども、ちょっとこういうのをイメージしていただきたいんですが、例えばよくあるテレビ通話方式の授業なんかをイメージしていただきたいんですが、学生の方は自宅から授業を受けますので、カメラをオンにしていると自宅の自分の部屋が映っちゃうわけですね。もちろんまあ背景消せば済むことなんですけども、ほっとけば映っちゃうと。で、教員も自宅から授業ができてしまう。で、自宅の自分の部屋が映ってしまう。ひょっとしたらなんか見られたくないのが映っちゃうかもしれない。まあ、いわばそのお互いのプライベートの空間がむき出しな状態で授業が行われるということもあり得るわけなんですよね。そうなると、今回コロナ禍で一体何が起こったかと言いますと、むしろその人間関係が薄まったとか濃くなったということよりも、コミュニケーション、いろんなタイプのコミュニケーションがこう積み上がっていくみたいな体験を私たちしてきたんじゃないかと。例えばチャットでやり取りをする、画面越しに向き合う、あるいは対面で何かをするとかですね、あと文章を通じて文通みたいなやり取りをする、まあ、いろんなコミュニケーションがこうやって生まれてくることになったわけです。で、最初に申しましたコロナが落ち着きつつあるわけですけれども、果たして何事もなかったようにまた元に戻っていくのか、それともなんかいろんなタイプのコミュニケーションが今後も、教育のあり方を大きく変えていくことになるのか、ちょっとそのあたり、ちょっと今後、じっくりと考えていく必要があるのではないかと思います。ということでですね、まあ、これから教育のあり方がどう変わっていくのか、あと、まあ、自分たちが受けてきた教育がそもそも何だったのか、まあ、そのあたりをちょっとこう振り返ってみたり、先を展望してみることに、まあ、興味関心がある方はですね、ぜひまあ一度その陣屋大学の子ども教育学科なんかについても少しホームページなどで情報を見ていただければなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。